こんにちは、翔です。今回はビッグウィークの続きね、前回お話しした通り、筑波アリーナで行われたね、G-FORCE さんの GFCC2023 参加してきましたということで、もうこれ帰ってきたビッグウィークなんですけれども、現地ではね、またあのいつもの、面々にね、お会いできて、もう本当にね、どんちゃん騒ぎみたいなお祭り騒ぎすごく楽しかったんですけど、まあ、中でもね、本当いつもお世話になって鈴木 RC さんとかね、フォースピードさんには本当車のセットなんかでもいろいろアドバイスいただいて、スプリングもね、リアのスプリングなんかお借りして最終的には走らせていただいたんですけど、まあ、この私とビッグウィーク、筑波アリーナのあのカーペットコースをね、まともに走ることができたのか予選2ヒートと決勝の模様ね、続けていきますんで、興味がある方はね、ぜひご覧ください。それでは行ってみます。Thank you.
ホイール見とかないとどっちの車か分かんなくなっちゃうんです。よろしいでしょうか。私の車の新年、こちらも5分間の周回レースですね。フライング、地方が、気をつけてください。それではスタートしたいと思います。スタート、5秒前、3、2、1、スタート。そう
止まった。なんだ？動かない。Oh.
でねご覧いただいた通りなんですけどね、残念ながら決勝ゴールできなかったんですね。で、この私のビッグイクに一体何が起きたのか、あの時ね、コース脇、まあコース脇でマーシャルやられてたね、フォースピードさんがちょっとね必死に何か助けてくれようっていうことをねされてたんですけど、まずねこのピニオン、こいつが緩んだんじゃないかっていう話が有力だったんですけどね、ピニオン自体はね緩んでませんでしたね。で、何がまずかったのかというと、このモーターを取り付けるですね、このビス、まあ、反対がこれ上下にこうついてるんですけど、両方とも緩んでましたが、こっちの方がねかなりがっちり緩んでましたね。一応ね決勝前にちょっとこういろんなところをネジ緩んでないかなと思って私見たんですけど、この2本見てなかったですね完全に。ということでモーター自体がねちょっとこのガチャ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 遊んじゃってるような状態で、このグリスの感じからしてもなんか先っちょが噛んでたのか噛んでないのか、まあその外れるところぐらいまでは緩んでないんですけど、まあねドライビングも含めてですけど、こういうねマシンの整備きっちりやっとかないとダメですね。はい、ということで G-Force さんの GFCC2023 参加させていただきましたけど、すごく楽しいイベントでしたね私としては。まあ結果的には不本意ではありましたけど、冒頭言ってたようにね、チタハンさんや、あっちのね関東の方の、面々と、お会いすることもできましたし、初めてねお会いするこのチャンネルを視聴していただいてる視聴者の方とかね、ほんといろんな方にお会いできて、もうそれだけでも私としてはあそこに行った価値はね十分あったなと思います。もちろんね、レジェンドである広坂正美さんとね、お話ができたみたいなこともねすごく心にね残ってて、やっぱり遠征行ってよかったなってねつくづく、今 GFCC ロスにね、襲われているところなんですけど、はい、ということでね来年も私はねなんとかこの GFCC2024 開かれるのであれば参加したいと思ってますんで、まあ本当ね上級者からビギナーまでいろんな方がいらっしゃって、本当なんか私としてはお祭りみたいな、ラジコンのねお祭りみたいなイメージで、見たことないこういうねクラシックヴィンテージのバギー、いろんな車も見ることができてすごくとにかくね楽しかったです。ということでね、G-Force さんぜひ来年も、昭和46路参加させてください、よろしくお願いします。はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけど、すごくね楽しめた GFCC でした。ありがとうございました。